山市郷土博物館の企画展、町の中心富山駅では、120年以上に及ぶ富山駅の歩みを紹介しています。富山駅は明治32年1899年に高利谷地内に建てられた仮の駅舎で開業しました。その後、本駅の誘致合戦が始まり、候補地には主に奥田、牛島、堀川の3つ。議事録には堀川地区への誘致案も根強くあったものの、政府の意向も汲んで牛島案に決まるいきさつが残されています。そして明治41年、現在の場所に移転しました。富山駅建設当時、水害を考慮して 3.6 メートルの盛り土をして駅舎を整備。その時使用した土は駅の北側で掘削したもの。後には大きな水たまりができました。大正11年には市内電車が富山駅の構内に乗り入れます。昭和55年には市電を駅の地下を通し、南北の連絡を強化する提案が出ましたが、計画は幻に終わりました。昔はこういうことがあって、こういう経過で今に至っているんだっていう形で、また違った意味で富山駅を見ていただけるんじゃないかと思っています。富山の人々の足を支えてきた公共交通っていう面でも、改めて考えていただければなと思います。120年以上に及ぶ富山駅の歩み。5年前に北陸本線から北陸新幹線になり、市電は南北接続されます。富山駅はこれからも変化しつつ、時代とともに歩み続けます。